はい、今回はいつも僕が自転車に乗っている時に使っているこちらのクロームインダストリーズのヤルタ 3.0 というバックパックを紹介していきます。まずは素材から説明していきます。 22X と言われる素材が採用されていて3層構造になっています。表面はナイロン、中間層はポリエステル、3層目はペットボトルの素材が使用されています。従来のものよりも軽さ、耐久性、防水性が強化されているみたいです。こちらのロゴもブラックで統一されてかっこいいです。実際にちょっと水をかけてみたんですけど、こんな感じで結構弾くのがわかると思います。実際雨の日も何回か乗ってるんですけど、全く中濡れないですね。次に収納の部分を紹介していきます。フロントに大きめのポケットがついてて結構いろんなもの入ります。さらにサイドにはドリンクを入れられるこのようなポケットがついてるんで、いつも僕こうやって水筒を入れてます。水筒以外にも折りたたみ傘とか入れられます。メインのアクセスはこのようにロールトップで開くようになっていて、33から35リットルの荷物が入ります。メインの収納部分にはこちらの防水インナーが入っていて、独立してトートバッグとしても使用できます。バックパックに荷物が入りきらないときはこうやって分離させて、こっちのトートバッグにも荷物を収納できるんで、スーパー行くときとかかなり重宝してます。メインの収納部分にはサイドからもアクセスできるようになっていて、こちらのジッパーを開けるとこのような形でメインの収納部分にアクセスできます。上部とサイドからアクセスできるんでめっちゃ便利です。このようにラップトップを入れるスペースも完備しています。15インチの大きさまでだったら入るそうです。中にもこのようにウォーターボトルを入れるスペースがついています。次はこの特徴的な背面の部分を紹介していきます。こちらの凹凸があるバックパネルを採用していることによって、自転車に乗っている時も蒸れにくく、クッションも効いていてとても快適です。次にストラップの紹介ですが、このように反射板が両側についています。ショルダーストラップ以外にもチェストストラップがついていて、このように高さを調整できます。実際に背負った見た目はこんな感じです。はい、僕のバックパック紹介いかがだったでしょうか。もしよかったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。